動画編集には、こちらの iMovie を使います。ではまず、iMovie をタップしてください。はい、タップします。タップしますと、えー、プロジェクトを作成というところが出てくるので、こちらをまたタップします。はい、タップします。次に、新規プロジェクトというところが出てきますので、 新規プロジェクトムービーこちらをですねタップしてくださいはいタップしますはいそうしましたらメディアのところのビデオですね今回は動画なのでビデオを選択してくださいはいそして最後に追加した項目今回はこちらを使います こちらは、えー、一番最後に録画した動画ですね。最新の動画ということになりますね。はい。まあもちろん全てでも構いませんし、自分の好みでこちらを選んでください。今回は最後に追加した項目、こちらを、えー、タップします。はい、タップします。そうしますと、えー、動画が出てきますので、ここで動画を選択します。えー、まず、 タップしてもらってそうしますとこのように黄色で囲まれますので、えー、でですね丸にあのチェックが入ったようなマークこちらをですね、えー、クリックしてくださいタップしてくださいはいこんな感じですねブルーになりますで次にまた動画を選択しますはい次に映ってもらってまた同じように、えー、使いたい動画ですねそちらをタップしますチェックしますはい で、えー、動画を選択しましたらあとは一番下の「ムービーを作成」をタップしますはい、そして次に左上の「完了」ですね完了をタップしますはいタップしますはい以上で動画が作成されました異なる動画が1つになってつながりましたとてもですね簡単なので、えー あのスマホでですねこういった感じで簡単に動画編集できますので是非ですね試してみてください最後まで動画をご覧いただきありがとうございました失礼します